本日はですね、日本が世界に誇るですね、黒澤明監督。黒澤明監督の映画、私自身がおすすめする3作の映画をご紹介したいと思います。第3位はですね、こちらです。7人の侍。そして第2位はこちら、生きるです。第1位は夢です。はい、どうだったでしょうか。黒澤明監督の映画ですね、おすすめ3本をご紹介しました。もしかするとですね、黒澤明監督というその名前自体は知っているけれども、映画自体は見たことがないというですね、方も大勢いらっしゃるかと思います。ぜひですね、私自身本日は第1位の夢という映画をご紹介しましたけれども、その夢というのはですね、短編の映画がギュッと組み合わさった、合わせた、そんな映画になっているんですけれども、その中でもですね、その1話1話の中でも一番最後のですね、長野県の、わさび村ですね、をロケ地にした、そういった作品があるんですけれども、それがですね、私今でもすごく印象に残ってまして、実際にロケ地にも行ったほどすごく好きな、お気に入りのお話になっています。ぜひですね、見てない方、下に予告の方を貼っておきますので、ぜひご覧になってはいかがでしょうか。